こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、大人の定番、ブルーデニムに代わる、新しいデニムはこれだ、というテーマでお届けをしてみたいと思います。ところで皆さんは最近、デニム履いていますでしょうかいわゆる定番的なブルーデニム。僕もですね、手元には何本かあるんですが、 こういったものですね。まあ結構ですね、履いてる方は街では見かけますが、おしゃれが好きな方だとちょっと最近はご無沙汰しているという方も少なくないかなと思います。まあかつての定番であった細身のブルーデニムもやはり今瞬間と言ったらそうでもないんですね。10代、20代の若い世代だったらデニムでもちょっとワイド感のあるものを履いていたりするんですが、僕ら世代だとちょっと難しいかなと思うわけなんですね。でもデニムの持つ魅力ってやっぱりですね、大きいものがありますし、何か他の 形でデニムを取り入れたいと思う方は僕も含めて少なくないかなと思いますそんな方のために今回ですねご紹介したいアイテムがですねこちらなんですねまあ先日ですねグローバルワークのプレスルームにですねお邪魔しましたがその時にも触れたのがこちらのですねアーバンデニムスラックスというアイテムですねはいプレスルームには僕に合うサイズがなかったのでちょっと試着ができなかったんですが今回はもちろん自腹で購入をして持ってきてみましたので こちらのアイテムムをを全力でで解説ししてていいいいきたたななななと思っていますす先ほどご紹介したような定番的なデニムも悪くはないんですが僕たち大人世代が履けるような、どこか綺麗めな感じがですね、漂うのが、こちらのデニムスラックスというアイテムで、僕はですね、この手のアイテムが大好きで、まあ、かつてはインコテックスというですね、イタリアのボトムス専業ブランドがあるんですが、そちらのデニムスラックスが大好きで、僕は2本ぐらい購入して履いてた時期があるんですね。今でもあまりに好き すぎて僕はですね自分のブランドでもデニムスラックスをですね出してるぐらいデニムスラックス愛好家なんですねそんな僕が見ても今回のこちらのアーバンデニムスラックスはかなり完成度が高かったんですねしかも価格はですね5940円ということで手頃というところもあるのでこれはですねいわゆるベーシックなデニムに変わる現代的な一つのデニムの選択肢になるのかなと思います今回はこちらのアイテムを実際に履きながらシルエットを見ていただいたりですとか じゃあ、このアイテムをどのように着回せばいいのか、そのあたりについて徹底的に解説をしていきたいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンツファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう はい。ということで、実際に履いてみました。いかがでしょうかかなりですね、綺麗なシルエットがですね、際立つようなボトムスになっているかなと思います。ちなみに僕は身長164センチ、53キロと小柄な体型なんですね。ですので、今回選んだのは S サイズなんですが、ウエストもちょうどいいですし、全体的なサイズ感もですね、かなり足が綺麗に見えるような、スッキリとしたシルエットになっているかなと思います。まあ、正面から見るとこんな感じです。 横から見るとこんな感じになります。横から見ても結構無駄のないような綺麗なシルエットが見ていただけるかなと思います。後ろから見るとこんな感じです。はい。 一周回ってみたわけなんですが、いかがでしょうか、まあ、従来のデニムに比べると、やっぱりですね、アーバンスラックスがベースになっているので、大人っぽい仕上がりになっているんですね。まずは特徴的なのは、このセンタープレスですね。まあうっすらではあるかなと思うんですが、真ん中にセンタープレスが走ることで、足が綺麗に見えるというところ、大人っぽく上品に見えるというところで、まあ大きなデニムとの違いが、このあたりには感じられるかなと思いますで。タックなんかはこちら入っていないんですね。見ていただくと。 この辺りも腰回りが結構スッキリとして見えるのでトレンド感がものすごくあるボトムスというよりはベーシックで使い勝手のいいような大人向けのパンツになってるかなと思います。まあ腰はですね、ベルトレスで履けるようにこのような ドローコードがついてるんですね。僕はウエストをやや大きいので、少しドローコードを締めてあげるとちょうどいい感じになるんで、このあたりの調整が効くのもすごくありがたい点かなと思います。で、色合いなんですが、先ほどもご紹介したような、こういったちょっと色落ちしたようなデニムとは違って、すごくですね、綺麗な深めのインディゴブルーになってるんですね。 ですので、デニム感が強いというよりは、ダークネイビーのパンツに近いような、そんな色合いなので、すごく大人の男性には使い勝手のいいような仕上がりになっているかなと思います。ちなみにこのボトムスはインディゴ染料を使っていないので、色落ちもしづらいんですよね。このあたりもすごくありがたい点で、まあ、デニムスラックス今まで何本も履いてきましたが、まあ、本格的なものになってくると、結構色落ちしてしまって、最初の色味とだいぶ雰囲気が変わってきたということも少なくないんですが、そのあたりの色落ちがしづらいというですね、 ですね加工も個人的にはすごくありがたい点かなと思っています。そして通常のデニムだと硬くてストレッチが効いてないものも未だに多いんですが、こちらはかなりですねストレッチも効いてるんですね。このようにですねしゃがんでもすごく楽なので、そういった点にも配慮されているのがまさに現代的なですねデニムのアプローチなのかなと思っています。このようなデニムスラックスであれば着こなしはですねどちらかというと今っぽいですねトレンド感の強い着こなしよりは大人っぽいですね定番的なスタイルの方がよりハマる りやすいいいんじゃななのかなと思いま,すまずは、このボトムスに合う靴から見ていきたいなと思うんですが、今はですね、白系のレザースニーカーを合わせています。まあ、このようなデニムスラックスに対して、僕はニューバランスだとか、 ポカオネオネだとか、ちょっとボリューム感のあるスニーカーは、あんまり相性が良くないかなと思うんですね。裾の幅も狭いので、ちょっとぽってりとした、甲の高いようなスニーカーよりは、ベーシックで大人っぽく見えるような、白レザースニーカーですね。今ジャーマントレーナー合わせてますが、こういったものの方が、はるかに相性がいいかなと思います。まあ、白とインディゴブルーの色合いというのは、これまたすごくハマりがいいので、ぜ、ま、ひ、あ、試していただきたいですし、その他には、 ブラックですね。このようなブラック系のレザースニーカーですね。まあ、ちょっとこちらはザラのものなので、レザー風にはなるんですが、こういったブラック系のスニーカーも相性がいいかなと思います。履いてみるとこんな感じですね。これまた相性がいいですね。ブラックのスニーカーにすることで、より足元が引き締まって、場合によってはジャケットさえ羽織ってしまえば、ビジネスカジュアルでも使えるような、そんな見え方になってくるかなと思うので、まあ、ブラック系のスニーカーもぜひ皆さん活用していただきたいなと思います。また、もう少し綺麗めに ののののででああればここよううなななローーファみみたたいいいい選択肢ももるのかととと思思ちちらもちょっと履いてみたいと思いますはい、履いてみました。ちょっとこう、イタリア風の着こなしだと、こういったデニムスラックスに対して、ローファーみたいな感じのアプローチもあったりするので、結構これまた相性がいいかなと思います。まあ、いずれにしろスニーカーを選ぶのであれば、綺麗感があるような、白ですとかブラック系のレザースニーカーがいいかなと思いますし、革靴にするのであれば、あんまり綺麗すぎるようなストレートチップとかではなくて、ローファーぐらいの方が、 馴染みがいいかなと思うので、まあ、このような形でボトムスと靴のつながりはですね、作っていただきたいなと思います。続いて着こなしですね。このデニムスラッツにはどのような着こなしが合うのかというところで、今僕が着てるのがこのような白系のニットなんですが、丸首のニットですとか、あとはシャツですとか、そういったトップスとすごく相性がいいかなと思います。その上に着るものは、ちょっとロング丈のコートとか、そういったものも相性がいいので、ちょっとですね、この上にコートを羽織ってみたいと思います。 はい、ということで着替えてみました。どうでしょうか上に羽織ったのは、これはですね、昨年購入した GU のですね、ガンクラブチェックのバルカラーコートなんですが、 このようなロング丈のコートとデニムスラックスってめちゃくちゃ相性がいいんですよね。普段の僕だったらこれブラック系のイージーパンツとかを合わせがちなんですが、まあ、ブラックでももちろんこのコート合うんですけども、ブラックに比べるとデニムスラックスはインディゴブルーで少しだけ柔らかさが出るのと、あとはですね、カジュアルさ、軽快さが出るので、これまたですね、相性がすごくいいかなと思うんですね。この着こなしにブルーデニムも合わなくはないんですが、やはりタイトなブルーデニムだと ちょっとですね、今っぽさが出ないので、同じデニム系のアイテムであれば、ちょっとスラックス調のものを合わせてあげると、だいぶ今っぽさも出るかなと思うので、まあ、ぜひこのような形で、長めのコートとですね、合わせていただきたいなと思います。今は僕はですね、こういったベージュ系のコートを着ていますが、もちろん定番のネイビーですとか、ダークグレーですとか、ブラック系のコートとも、やはりデニムっていうのは相性がいいので、様々なアウターをですね、着ていただくと、なかなかバランスがいいんじゃないのかなと思います。 ブラックのパンツにはない程よいカジュアル感とデニムにはないですね、綺麗さ。この二つの良さを持ったデニムスラックスはかなり使い勝手がいいかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、お手持ちのロングコートとこのデニムスラックス合わせてみてください。かなり新鮮度の高いですね、着こなしが実現できるかなと思います。続いてもう一つですね、短い丈のアウターを着るとどうなるのか、そして内側はニットじゃなくてシャツに変えるとどんな印象になるのか、このあたりも見ていきたいと思います。 ます <music> はい、ということで着替えてみました。今度はですね、思い切ってロング丈のアウターからショート丈のブルゾンに着替えてみました。こちらはですね、昨年秋に購入したシップセニーのですね、ショートブルゾンなんですが、これがですね、また春先にはめちゃくちゃ活躍してくれるんじゃないのかなと思います。先ほどネットで見たら再販されていたので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんにもチェックしていただきたいんですが、まあ、ブラックと言いつつちょっとチャコールグレーのような色合いなんですが、このような色とインディゴブルーのボトル スででででですすすねねかかななり相性ががいいいのでショーーートトも結構です、ね、バランスよくコーディネートができるかなと思いますその内側にはですね、シャツを着てみました、まあ。ブルーをベースにしたようなストライプのシャツなんですが、これは僕のブランドのものを今回は着てみました。ショート丈のブルーゾーンだけだと結構カジュアルに見えてしまうので、その内側をシャツにすることで、まあ、適度なカジュアル感と、あとはストライプ柄の持つですね、縦長のアクセントですね、これが加わることで、丈が短いアウターでも結構スマートに見えるの ので、このような着こなしも結構バランスがいいかなと思います。ブルー系のシャツとデニムスラックス同じ系統の色合いなのでこれまた相性がいいかなと思うんですがシャツに関してはホワイト系のシンプルなものでも相性がいいかなと思うのでぜひ皆さんこのようなデニムスラックスにシャツを合わせるようなコーディネートも試していただきたいなと思います。本当に一本あると様々な着こなしが実現できるのでなかなか便利な一本になってるかなと思います。そしてもう一つ大切な点なんですが竹の長さですね。 この辺りはですね、最初から短めの設定なので、裾上げをしないという方もいらっしゃるかなと思うんですが、僕なんかは S を履いても、まだギリギリですね、長かったんですね。なので、だいたい4センチ前後裾上げをしています。今はちょっとですね、まだ折り返してあるだけの状態なんですが、理想的な長さとしては、できればスニーカーと裾がギリギリ触れるぐらいのですね、ノークッションから、まあ、少しだけですね、靴の上に乗って、たわみができるような、ハーフクッション ここぐらいここぐらいがですね、相性がいいかなと思います。もともとシルエットが綺麗なボトムスなので、できればスッキリと短めで履いてもらった方がいいかなと思うんですね。かといって、くるぶしががっつり見えるような感じもカジュアルすぎるので、スニーカーの甲の部分と、ボトムスの裾の部分がギリギリ触れるぐらいの長さというのが、まあ、一つ目安になるかなと思うので、そのあたりを目指して裾上げをしていただくと、すごくバランスよく履けるかなと思うので、ぜひそのあたりもお試しいただければなと思っています。 いやーいかがでしたでしょうか皆さん、今回はですね、グローバルワークのアーバンデニムスラックスについてしっかりと解説をさせていただきました。まあ、意外とこのようなアイテムって探しても見つからないんですよ、まあ。デニム系のアイテムは定番でいろんなお店に置いてありますし、ワイド感のあるデニムは見つかるんですが、このようなちょっと大人っぽく見えるデニムスラックスって選択肢としてはかなり少ないです。ですので、このような鉄板アイテムが割と身近なですね、グローバルワークで買えるというのは かなりありがたい点かなというふうに思っています。いつものデニムスタイルからちょっとアップデートしたい方にはすごくおすすめのアイテムなので、まずは店頭で皆さんも試着をしていただければなと思います。おそらくですね、店舗の方ではまだまだ在庫があるかなと思うので、ぜひチェックをしていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、もう少し中級者に向けたアイテムですとかコーディネートの解説に関しては、僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方でしっかりめに解説をしています。週にオリジナル動画を4本出していまして、そのうち1本はライブ配信を行っています。皆さんのご質問に直接お答えしていますので、ぜひ気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段ですね、なかなか動画をゆっくり見る時間がない方のために、オンラインサロンも開催をしています。そちらの方では、なるべくですね、コンパクトに読めるような写真と文章をベースにした記事をですね、僕の方では1日に 2記事アップをしていますまた僕以外のスタイリストの方も記事を書いてくださっていたりだとかあとは参加者の皆さんも記事を書くことができるのでまあ、いろんな記事をですね楽しむことができるようなそんな場になっていますこちらも気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています以上スタイリストの大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに